ディサポイントメント島は、オークランド諸島の7つの島の一つ。定住人口は存在しない。オークランド島中部から8キロメートルほど北西に存在し、ニュージーランド本島からは2 9 0トル南に一致している。オークランドハジロアホうどの繁殖地となっており、同種のほぼすべての生息数にあたる、おおよそ6万5000の湾が営像している。また、 絶滅したと考えられていたが1966年に再発見されたオークランド諸島固有種のオークランドクイナが生息している。他島同様にオークランド諸島固有の野鳥の生息、繁殖地となっているため、バードライフ・インターナショナルによって重要野鳥生息地に指定されている。オークランド諸島の全体図、ディサポイントメント島は北西に位置している。 1866年5月14日、1103トンのフルリグドシップゼネラル、クラント号が、オークランド島西岸のソビエタツ崖に衝突した。68人の旅客が死亡し、15人の生存者は、この島に流れ着き18週間救出を待った。1907年3月7日4本ほど、鋼鉄バーク船ダンドナルド号は、ディサポイントメント島の西岸に、 雪岩の後に沈没した。12人が溺死し、16人の生存者は7ヶ月環球室を待った。彼らはオークランド島の遭難者避難所の物資で生存した。ありがとうございます。